はい、クライマーならどうする。今回はコロナに対してのね、対処の仕方をどうするか。クライマーというのはね、ちょっと僕は言い方もちょっと変えようかなと思うけどね、なぜかというとね、今のクライマーと昔の山屋というかね、アルピニスト、登山家はやっぱ考え方が違うし、やり方も違うね。だから近々名前を変えようかなと思うけどね、まあ、これはまあまた別の動画で話します。今ね、登山家とかアルピニストとか言ってもピンとこないからね、クライマーと言った方がクライミング人口多いから分かりやすいからね、名前をそういうふうにつけたんだけど、やっぱね、あまりにも違うんでね、もう僕は4年前か5年前か新しいクライミングをずっと始めたんだけど、違和感がずっとあるよね、未だにあるよね。だから今回はそのクライミングクライマーはどう考えるかというのはね、言い方は本当は昔の山々はどう考えるかというふうに、捉えてもいいです。だから昔の山屋だからね、今の山屋さんがどんなふうに考えてるかわからないけど、まあある程度共通するものがあるんじゃないかなと思うんやけどね。僕最近そういう登山家と付き合ってないからね、だから山屋が今の山屋昔の山屋がどんなふうに考えるか、このコロナに対しての対処の仕方をどうするかというかね、これを話します。そしてこれはね、僕の話じゃなくて、主に僕を教えてくれた山の先輩というかな、教えてくれた江藤さんちゅうんやけど、その人の話でもあります。大体僕とほとんど同じような考え方をしてるから、同じと思って聞いてください。まずね、安全に対する意識が全く違う。日頃からね。で、2日前にね、その江藤さんに電話して、もう年だからね、心配で、ちょっと心配というか、どうなっちゃうのかなって電話したら、トイレットペーパーとかなんとかね、マスクなんかあるんかなって言ったら、もう半年もあると。初めからもう揃えて、準備してるよね。このコロナに関係なく。うん。必要なものは常に準備してるよね。そんなもんだよね。それがもう何て言うかな、まあ前に見てると当たり前だよね。山屋の感覚っていうのは。だから、何もなしてないっていう方が、なんか逆にピンとこんね。うん、大丈夫かなと思うね。本当にそんなことでね。まあ違う、これも言ってもキリがないから。でもまずね、どういうふうに対処するか。山屋はこの今回のコロナ騒動に対してね。で、例えばね、例えばだけど、まあ山があるとします、こう。ね。見えるかな、これ見えるな。ね。で、まあ、これがコロナという山としますね。コロナっていうかな、この問題っていうかな、問題。まあ、この課題がここにあるからね、なんとかここまで来ないといけない、頂上までね。何もないとこまで。で、それぞれの登り方がある、この山には。ね。ここから登った人がいいか、こう登ったのがいいのか、ね。こういったのがいいのかとか、さまざま、みんな登り方が違うよね。その時に、まあ、どのルートでもいいんですよ。どのルートでもいいんですよ。自分がまあ、仮にこのルートを登るっていうときに、このルートに、必要な道具を揃えるよね、最低限。登る技術や体力があるっていうのはもう前提ね。やっぱね、前提。体力がなかったら登れないんだから。うん。だから、体力のない人はもう登らないというのが、また逆に一つの、なんていうかな、手段。ね、体力がないとか、怪我をしているとか言ったらもう、このルートはもう登らない。ね、別のとこでもう待機しているという。登らないというのはね、まあ、言い方は変だけど、生きていくということですよ、これ。なんとか。登らなくてね、生きていくということです。これがないともう、生きていけないというようなことなんで、このルートというのはね。だから、登れないというぐらいな、もう体力がないというのはね、本当生きていけないよ、本当は。うん。だから、その状態の時っていうのはもう本当、病院で、なんていうかな、じっとするぐらいのレベル。まあそこをそういうふうに考えてください。なんか言い方はちょっと表現はちょっと、もうちょっとまずいかもわからんけど。だから、まあ生きていくためには、ね、こっからここまで生きていかないといけないから、どげするか。そうすると、このルートの全容を
全容をまず分析するね、このルートがどんなものか、ね、天気がどうなんかどうなんか、もういろんな状況を分析する。そしてある程度の準備をする、ね、いろんな準備をする。そしてやっていくと。この時にやっぱ大事なのは情報、ね、これにこの山にここまでする、このルートに関する、この山に対する情報、これの収集をしっかりする。まあ前の動画にも言ったけど、情報をし収集して的確な判断をする。これがもうほとんどやね、多分。うん。これが間違うと、とんでもないことになるね。甘くなってしまうね。3日分の食料が必要になるのにね、1日しか持っていかないとかね。まあ逆に言えば、3日分でいいのにね、10日分持っていくとかね、そんな間抜けなことにもなる。だからものすごく、この辺の情報を仕入れて、自分が、どのような、装備をするかというのはね、これものすごく、もう本当登る以前の問題というかな。これ一番大事なことやね。だから、コロナに関しては、できるだけ多くの情報を仕入れるね、データから何から。そして、自分なりの判断をする。ね。これはもうね、もう本当、どれがいいとは言えんのよね。だから、こんなルート、いろんな人がいろんなルートで登っていく。もうそれはそれでいいと。ね、こっちから見たら、あっこは崖があって危ないのになとかね、あんなとこでこう乗ってきにぼーっとしとったら危ないよとか、こう思ってもね、もう人それぞれのルートで登ってるから、もうそこに関してはもう交渉しない方がいい。もう自分たちで考えてやってるんだよね、みんなね。まあ、あまりにも目に余るような危ないことをすればね、注意はするけどね。本当よ、ど素人がこの辺に登ってから、ガクラガラガラ、石落としたらね、こっち登る方が危ないからね。まあ、実際、俺があるからね、そういうのはね。うん、だから、目に余れば言うけども、普段はもう、何もなくてももう、それぞれの自分のやり方でやってくれっていう感じやね。一番大事なのはね、どのルートが安全かというのはね、ここにたどり着いて初めてわかるんですよ。うん。で、どのルートが自分にとっていいのかっていうのはね、またそれぞれみんな違うんよ。で、今回のコロナに関しては、僕なんかは年寄りだから、極めてリスクの高いところを登っていかんとは言ったかな、危ないところ。ね。だから、それなりの、対応をしないといけない。準備もせんとあるし、対応もしないとね。逆に、若くて元気のいい人は、そんなことしなくても、スイスイと行けるルートを選ぶかもから。ね。その違いがあるよね。だから、年寄りのルートと若い人のルートは、前提としても違うからね、どっちがいいとは言えないよね。だから自分がどっちなんかというのを、まず、決めた方がいい。自分が、どれだけの体力があるのかというかね、分析してから。だから若い人が年寄りにこっちがいいよと言ってもいけないし、年寄りが若い人にこっちの方がいいんだということも言ってはいけない。ね。言ってはいけないというかな。合わんよね、まずね。そういうことでね、いつも前も言ったけど、自分のことは自分で考えて、自分たちの安全は自分で守るね。まあ最初に言ったように、今のクライマーと僕たちのやってきたクライマーとの、安全意識はもう本当に違うからね。まあ、クライミングで言えば、ヘルメットをかぶるとか、そういうことはね、まあ、僕なんかのとっては当たり前のことやね。自己ビレをするとか、なんていうか、まあ、ともかく自分を守るということに関してはもう、できることは全てするというのがもう、当たり前だよね。なんていうかな、そんなちっちゃい山だからとか、ね、簡単な ルートだからといってね、絶対甘く見ないんですよ。やっぱもう、すべきことはちゃんとするよね。これはね、もう、今の人にそれを言ってもわからんじゃないかな。だからもう最近ね、もうなんかもう、そのことに関してもう、諦めてきた僕は。もう余計なお世話かなと思ってね。そういう意味でもね、ちょっともう、浦島太郎とのクライマーという、タイトルも変えようかな、名前を変えようかなと思ってないけど。まあ今日言いたいのは、それぞれやり方は違うけども、ね、ともかく、ここまで行かないといけない、行けないから。この間は危険ないからね。それぞれの、やっぱり自分たちで考えて、ね、やってくださいと。若いから油断していいかといえば、それはそれでまた違うんですよ。若い人の中にも弱い人がいるんやからね。強い人もあれば弱い人がおるんやけ。まあ、確率からするとものすごく少ないよね。例えば、10% ぐらいかな。もしくは弱い人がいても。10% ね。
だから若い人が全部この若い人の意見を聞いて、その中の若い人のルートを登らないと悪いんじゃないよね。この弱い 10% の人はこっちの年寄りのルートの方が安全な場合もあるね。まあ逆もありますよ。年寄りでもね、元気のいい人がいるからね、おそらく 10% いるでしょ、また、うん、その人はその人でこんなルート登らなくてもこっちでも大丈夫かわからない。それはもう自分で判断せんとね、そういうことは。そういうことです。だから今いろんなデータが出て、いろんなやり方がいてどうのしようけどね、マスクをセットかなするなとかなんとかかんとか、3密がどうのこうのとかね、もうそんなもうなんていうかな、自分で考えてほしいね。もうね、もう総理大臣が言うようなことやないね。いちいち あんなことはね、まあ突然総理大臣の話が出てきたこと、いやもうちょっとリーダーシップが欲しいね。こうだっていうようなね、細かいことはもう下っ端っちゅうあれやけど、言わせればいいんだよね。リーダーはこうだとかこうするということを決めて、ぐいぐい行かないと、あんなふうにいつも細かいことまで説明しよると、頼りにならないと思うよね。一生懸命してるんか分からないけど、リーダーとしては心もとないわね、ものすごく。まあなんか全然関係ない話になったけど、短くまとめると、自分で考えてやってくださいということやね。安全意識はもうちょっと高く持った方がいいよということやね。本当、何回も言うけど、怪我をしたりとかないようにすると、ものすごく面倒。まあこれ暗闇の話だったな、最後は。もうしょうがないな。はい、そういうことです。まあ、クライミングに限らずね、怪我なくて、コロナかかっても面倒ですよ。年寄りも若い人も、今ね、今かかったらものすごく面倒だから。健康でも面倒だから、もう周りに迷惑かかって、結構大ごとしますよ、ものすごく。もうこれも、今僕の周りを見てもわかるよね。全然関係ないとは言えんねよ、自分がかかったら。まあ、そんなことも自分で考えてやってみてください。はい、今日はなんか変な話になったけど、これで終わります。はい。